ジャ邪ネコ科は、哺乳講食肉目に含まれる尖が。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、スリランカ、フィリピン体系は細長く、糞も細長くとがる。次回の公園に袋状の器官がある。死列は、門子上下6本ずつ、剣子上下2本ずつ、旧死上学8本、科学6から8本、大旧死上学2から4本、科学4本の、 計38から40本。多くの種には、肛門周辺に終戦がある。獅子は短い。上腕骨下部の内側に、神経や動脈が通る穴がある。指跡は5本。爪を引っ込めることができるが、爪を保護する、ひだのない種もいる。獅神芯に出現し、原生の食肉目内では、起源が古く、原始的な特徴を残した。 分類群だと考えられている。ジェネット赤、ジャコーネコ赤、タイガーシュベット赤、パームシュベット赤に区別される。以前は、コバマングース、フォッサ、マダガスカルジャコーネコといったマダガスカルに分布する種が含まれ、フォッサ赤やコバマングース赤を構成する説もあった。2003年に発表されたアーブプのエクソン TTF 遺伝子のイントロンミトコンドリア。 DNA のシトクロム BND2 遺伝子の塩基配列を決定した最大節約法と最優法、ベーズ法などによる系統解析ではマングースカの青マングースアカも含めたマダガスカルの食肉類のみで単系統群を形成することが強く示唆されマダガスカルマングースカ、ユープレラデーを構成する説が有力とされる。これらの系統解析により木登り邪ネコが 猫型アモクフィーリフォーミア内でも初期に分化したことも示唆されたため、一族一種で、木登り蛇行猫か何時にダイを構成する説が有力とされる。オビリン山族プリオノドンは蛇行猫赤に含める説があったが、終戦がない、爪が引っ込められるなどの特徴から一族で、オビリン酸赤プリオノドンティニーを構成する説も提唱されていた。 2003年に発表された TTF 遺伝子のイントロンミトコンドリア DNA のシトクロム B の塩基配列を用いた最優法による系統解析ではオビリン山族とネコ科で単系統群を形成することが示唆されたことから独立したカプリオノドンティデイを構成する説が提唱されている原生種の分類はベロン断りのない限りはミオはカワタラ、エイ英イは MSW3 に従う。ステノプレシクティス赤森林や草原などに生息する。樹状性の種が多いが、ジャコーネコアカは、半樹状性内視地表性の種が多い。夜行性の種が多い。単独もしくはペアで生活する。植生は、多くの種で雑食で、昆虫、鳥類、小型哺乳類、果実などを食べるが、魚類を食べたり動物食の種もいる。 生息地では食用とされることもある。一部の種の世紀の周辺にある終戦から分泌される液は香水の補強剤や持続剤として利用されている。この液は生肝剤や催淫剤、皮膚病の薬として用いられることもあった。英語圏で本家の多くの抗生種に対して用いられる故障しべは アラビア語で、エインセンから分泌される液及びその匂いを指す、ゼーバッドに由来する。農作物や柿の食害する害獣とみなされることも、ある。ネズミの駆除を目的に移入された種もいる。森林伐採や農地開発、採掘などによる、生息地の破壊、邪行目的も含む狩猟などにより、生息数が減少している種もいる。 インドネシアなどのコーヒー農園において、パームシベットの糞から得られるコーヒー豆が利用されている。希少な高級コーヒーであるコピルアクは、ジャ邪ネコ科の動物に一旦コーヒーの果実を食べさせ、排泄物の中から未消化の種を利用したものである。ありがとうございます。